二礼京藩の墓二礼京藩明治33年11月22日は日本の江戸時代末期の母子、明治時代の海軍軍人。階級は海軍中将。栄転はジュニー、訓一等死者通称は玄之城、平助。海軍軍令部長、海軍大臣を歴任した。天保二年、薩摩藩士の指定として生まれる。作兵門外の編では、 京都市五色職の合図班が容疑者とされた田中新兵衛の偶許を吸収した際に田中新兵衛と一緒にいたニレ警班も下僕の太郎ともども逮捕され連行された。後に容疑は晴れて無罪放免となった。同年の撮影戦争に参加。慶応三年に判明によりアメリカに留学。明治五年海軍に出資して海軍少佐。後、 海軍兵学校校長、東海陳次府長官、中艦隊司令官、軍事部長などを歴任。明治18年、海軍中将。明治19年より、参謀本部次長、海軍参謀本部長、横須賀陳次府長官、海軍大学校長などを歴任。明治25年、第2次、伊藤内閣の海軍大臣に就任。海軍備の充実に力を注いだ。 海軍の軍令権を陸軍の参謀本部からの独立に尽力し、明治26年に軍令部が設置され軍令部長に就任するが結局陸軍の反対により頓挫した。さらに民党や文官側より海軍業革に不熱心との批判を受けて辞意を表明。伊藤博文は先の和協商直において政府の公約であった 海軍業格の推進と野党の国民協会の回答、最後を継ぐ道の引き抜きを図るために辞任を認め、二例は予備役編入となった。同年数密顧問官に就任。明治29年、公備役。明治33年11月22日、公居。去年70。二例の飼っていた犬が、上野公園にある、最後を高森の像の犬のモデルとなったことが、 娘の春子によって証言されている。像の建設にあたり、そのモデルとすべき、薩摩県を都内において見つけることができずにいたところ、春子が可愛がっていた犬が薩摩県であることがわかり、急遽モデルとなった。ありがとうございます。